はい、プレサンチャンネルです。カズです。マユです。ですね、クボッキーからね。そう、クボッキーひょっこりね。そうそう。この間来て。リクエストをもともとちょっともらってるものがね、あったりするんで、まあちょっとまたね、俺いなかったからマユとクボッキーとでね。クボッキーとは、同じ年なので、トッシーとクボッキーと前とで笑っちゃうのが、クボッキーが来て、なんか物忘れとかさ ひどいしさ目が見えないしさ、とかっていう話をね2人でしてて、で次の日ひょっこりトッシーが来て、もうそこまで行ったのに何を思い立ってそこまで行ったか忘れちゃうんだよとかって昨日クボッキーともそういう話したよってね言うお年頃ですよ、私たち、はいはい、アラカンで。もうそうね、昭和40年組が、困っちゃいますけど、そんなクボッキーがね、まあ、ちなみにあれなんだ、前が一番姉ちゃんで、クボッキー何月なんだ。あ、この何月だろうね、クボッキー何月なんだろうね。トッシーの8月はあれだけど、ね、聞いてなかったかも。早生まれみたいな話は聞いてないから、あ、きっとね、前が一番聞いたのかもしんないけど、ごめんなさい、忘れてる。ああ、まあまあね、とりあえずじゃあ40年組の一番リーダーとしてじゃあ、でね、本当にひょっこりクボッキーがやってきて、まあ、オフ会以来会ってない、2回目のオフ会以来会ってないし、ああ、そうですね、どっかの生配信の時に来たいと思ったけど、やっぱりなかなか難しかったし、っていうことで、どうやら最終的になんで来て帰ってったのかっていうのは、前後のいろんな話とかを見てみると、良いお年をお迎えください、今年も一年ありがとうございましたと言いたかったようです。なるほど。はい、非常に几帳面な日々。そうです、だけど年明け再ありで、そうだね、たまわりで、たまわりで、はい、会うんですけどね、だけど言いたかったみたいです。そしてまあいろいろね、私たちの YouTube の動画を見てて気になること、質問したいことを、わーっと質問して答えられる範囲で私がお答えして、まあ、2人っきりになった時間はもうすごい勢いで2人でわーってね、おしゃべり したんですけど、クボッキーは何気にね、本当にそういう、そうそうそう、当チャンネルの内容に関していろいろアイディアをね、たくさん出してくるから、でもう帰った後も本当に応援してるから、頑張ってほしいというふうにね、もうその熱い思いはすごい伝わってるし、こんな企画どうですかっていうのもね、すごい考えて言ってくださるので、そんな中でね、前から言ってた、みんなの応援ソング浜松の中で、楽曲の中で、応援ソングは何ですかっていうのをテーマでやってほしいと言ってたのを、そろそろ重い腰を上げてやってみましょうかねというふうに思うんですよ、でこの間クボッキーが言ってたのが、仕事に行くときは路地裏の少年とか、なんだっけ、さあ頑張って思い出せ、終わりなき失踪とか、オンザロードとか、その辺が仕事に行くときに自分を奮い立たせて頑張るぞって思うのに聴きながら行く曲だって言ってました。みんな5曲もあげるのはね、そうね、大変かと、まあ、クッキーの中では想定されているそのシーンがきっといくつかあるから、それに合わせて何曲かあるっていう、ことなのかなって。でね、マユさんは何なのって言うから、だから私は I'm a father だよって言ったら、それね、僕のね、5曲の中に入ってるっては言ってました。だからそれは仕事に行く時用じゃないらしい、父ちゃんとして頑張る時のあれなのかな、応援ソングなのかな、わかんないですけど、
そんな感じでね、皆さんの、うん、まあそのなんだろう、応援ソング、そのテンションを上げていくため の, あの曲なのかなって、う、まあ、そうやって仕事に行く時だったりとか、それからまあちょっとしんどいなっていう時、うん、それからまあ若い人ならばね、今恋愛中なのでちょっと頑張りたいと思いますみたいなね、そういう時とかね、あるのかもしれないけれどね、我々ぐらいのやっぱでも年になってくると、まあ明日は元気でいられるかなそこそういうことをね考えてしまうかもしれないでしょ。だってほら、なかなか景気のいい話ばかりではないから、ほら今大体同じような同世代のほらアーティストがたくさん亡くなっていることを考えたら、まあ、あながちそんなこともね言ってらんないぞっていうところもあったりするので、まあどっちにしてもね、でもそのまあこのね厳しい昨今の中では、まあ、自分を奮い立たせる曲っていうのはきっとあるだろうし、まあそこまではなくても、例えば女性なんかでこれから夕飯作るぞとかね、そういうまだ、ま、我々の世代だと旦那さんがね、よし俺が今晩作るぞっていう人は少ないんじゃないか、まだ少ないんじゃないかと思うので、やっぱりねそうやって女性がっていうことになった時に、これから何をやるぞとかっていう時のね、その奮い立たせるものだったりとか、あともっとやっぱりでもねシビアの中でこれから何かの会合を行って意見を言ってくんだとかね、そういうことなのかもしれないし、そうね、まあ昨日の話で言うと、まあちゃん今日も可愛いねって話をね、した方がいいですよそしたら必ずでもそれを言うんですよ、僕は実際にそれを言うのね、まあ、ね家で言うけれども、うん、また嘘ついてって必ず言われるからでも昨日クリスマスショーでいたお客さん、嘘でもいいから言ってほしいって隣の旦那さんがぐっと睨んでええとかってねやってたけれども、まあ、そんなね一言を言おうかなと思ってる時の自分の中 の, 応援ソングがあるかもしれないので、そういうねまあ、どういうシチュエーションかも、もしかしたら書いてもらって、うん、でこの曲が自分 の, 何々をする時 の,、ね、背中を押してくれる曲ですっていうようなのをぜひ、ね、この動画のコメントに、ね、書いていただきたいなって、はい、集計取ります、はい、でそれ、まあ、数票しか書き込みがないとあまりまとめる意味もないので、まあ、その場合は順位も何もつけずにですね、目についた曲 の, コメントをですね我々がまとめた形でちょっとお話をしていこうかなと、で我々のコメントもつけて収録していこうかなと思うんですけど、まあ、ある程度の量になれば集計してみたいなと思うので、うん、その辺はもう皆さんのご協力次第 で, そのたくさん集まれば集まるほどクボッキーも喜んでくれると思うので、ぜひねご参加いただけるといいかなって思います。どんなシチュエーションで、こういう曲が自分 の, 背中を押してくれる応援ソングですってことをね書いてもらえると嬉しいなって思います。まあ、ちなみにだから前はそのI am your fatherなんでね、うん、俺はねなかなか一曲に絞り込めと言われても多分ね浜松ファンの多くは一曲には絞り込めないって、うん、なるんじゃないかなって気もするんですけどね、まあ絶対的に、まあ、終わりなき失踪っていうのは、うん、そういうようなね部分があるんだけど、やっぱりでも年を取ってきてからどんどん変わってくるものはあるわけで、でもある意味で高田目に金は鳴るから入ってたやっぱり夏の終わりっていうのはいわゆるこういう感じの曲ではないんだけれど、うん、癒しを求める感じね、癒しを求めるっていうのともちょっと違うんだな、うん、あれほら浜松にとってあれは最高にポップなアルバムだから、あ、そうかそう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 というの方がやっぱ多いとは思うんですけども、あれは出た時にはでも話をこんなにポップなアルバムはないというふうに自画自賛してたわけですから、
でもあのアルバムの中でもあの曲はあのやっぱりある意味でそのなんだろうな、あのギラギラとしたその勢いのあるような世代を抜けて、あのこれからあれだ、あのちょうどあの結婚してする前だな、あの曲が出たのは、あのアルバムが出たのは。 でもそれを聞いてて、でやっぱりその結婚をしてってなっていく流れの中で、あの歌のなんだろうな、あの持ってる意味っていうのが、最初はなんだろうな、この、 あの枯れたさまよってる感のある曲はっていうふうに思ってたのが、でもそういうことなんだろうな、この先待っているものはっていう、あのそれがある意味でほら、あのいつまでも頑張るぜっていうではない、あの歌はある意味で隠居していくようなところがある歌じゃない。でもあのそういうようなその静かな、なんていうかな、まあ、あの人生を迎えるため の、 ことは考え始めなければいけないんじゃないかなっていうふうに思ったら、あれはある意味で どこか気持ちの中のテーマソングみたいなところがあって、 あれはだからそういう意味では自分の中ではずっと大きな位置を占めている浜松の歌なのかなって気はしてるよね。もうだって本当に年取ってまあねーでもないだろうしね、Jボーイでもなくなっちゃったしね、そう考えた時には、まあ、いち早くもう夏の終わりがね、まあ、でも夏の終わりなんだよね、うん、本当に本当に30になるくらいに夏の終わりじゃない、人生としては。もうギラギラとしたところは過ぎて、秋へ向かっていかなければならないっていうところが見えてくるところだから。30が夏の終わりだと私たちは何の終わりだろうね。今もう冬の終わりでもあとはやばいや、わかんない、冬の終わりを抜けてほら60歳だから、うん、シーズンを4シーズン全部超えて、ここから実はまた新しい春を迎えようとしているのかもしれません。素敵やね。そうそうそう、浜松は今その夏を迎えてますから、おうどう見ても夏でしょ、うん、浜松の元気さは。だからそういうふうに考えればね、もしかすると人生をね、浜松は結構四季に例えてるところがあるから、うん、まあ浜松もしかしたら60歳ぐらいで1年が終わったなって思って、今また駆け抜けようとしているのかもしれないしね、そういうふうに考えるのも面白いんじゃないかなと思うので、うん、まあそういうことを書き込んでいただけると面白いかなと思いますし、まあ内容によってはもしかしたらまたね、1月とかあたりのそのライブ配信とかでそういうふうに話をしてみても面白いかなと思っていますので、ぜひね書き込んでいただいて、自分の中のそのまあある意味でだからマイベストソングに近い、うん、その背中を押してくれる曲っていうのはある意味でねマイベストソングに近いのかもしれない。ただこれはほら聴いてて高揚感を伴ってるマイベストソングとはちょっと違って、うん、おそらく自分のその生きて今現在の生きていくことを支えてくれている歌なのかもしれないので、まあ、そういった位置づけのその意味とかもね合わせて帰ってくれるとまたみんな盛り上がるんじゃないかなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。ふるさんチャンネルでした。この動画が楽しいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。